伊賀市長を表敬訪問したのは、くの市のキャプテン、那須舞子選手をはじめ、副キャプテンの杉田亜美、宮迫珠美の両選手のほか、キム・ジョンダル監督らチーム関係者合わせ7人です。くの市は昨シーズン、レギュラーシリーズ8位で、全体順位は7位に終わったことから、那須選手は、今シーズンは上位争いができるよう、チームが一つになって結果を残したいなどと語りました。